ジロイスジロイスですさあ、この間千葉、どうでしたか、はい、まあ、結構悲惨だったっていうのもありますし、うん、夜はちょっと楽しかったですけど、ね、まあ、今ちょっと楽しい、強い意味じゃなく、いろんな人と出会えて、うん、今日は早速これ居酒屋のやつだと思う。あ、上からねって帰ってくるのも行かなきゃいけない方が来てくるので、行きます。うちの方でも独唱会社なんだろう、今日で協力してもらって、実際一人間としても確かに大変だと思うし、日本の人間の中でもこういうのはもう緑になってるので、協力していただける業者さんとか個人とかそういう人たちがどんどん増えれば、放送者もそうですけど、木更津市、被災地の方がどんどん活性化されて、早く復興に近づくのかなと思います。今日は本当にありがとうございました。乾杯！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 酒飲むぞー！飲むぞ！それ多分噛んでる。ジェイス！お疲れ様でーす。縁も竹山ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。目の前のお疲れ様でーす。こっちは初日じゃない、初日発売ない、はい、まあ面白い経営者と2人出会って、ボランティアで YouTube で募集したいのかわからず、でもこんなに怒られても、まあ、まあ楽しいよ。ちょっと自己紹介だけお願いしてもいいですか。もうちょっとしたら減らしたよ。じゃあお願いします。東京都八王子市の東建設株式会社代表取締役やってます。お願いします。千葉県木更津市の応援系団の今日がめっちゃ面白いやん。リソの井上さんです。ちょっと怪しい格好しようなこれ。イケメンっすね。なんていうんですか、ロサンゼルスのあのマリファナの売人。それ売人みたいな。それをそんな感じで。だけどここの人が要は電話で、もういいぞ、うちの駐車場使ってこれ集合したの。へえ。こんな格好で、これ弟だろ。なんかカメラ回ってんの。カメラ回ってますよ。もう何喋ってんの。昔の歌が。いや、なんか急に行かないやん、こいつ。俺完全に酔っ払ったことないから、自分で見てさ、酔っ払ってもうなんか目がトローンとしてるし、あーなんだよ俺って感じで、ゆっくり喋ってる俺。確かでしたもんね、あの日。確か来る前に、もう僕ら3杯ぐらい飲んでるんですよ。みんな酒を乾杯する前に俺らも飲んどったんだ。ダウン食べる顔もしんどったんですね、マジで。早く飲みて、早く、まだかまだかって一応盛り上がって、初めに、ジレーって聞いたもんな。時間がかかって、そうぐらいぐらいまで。確かに、結構だけど、まあまあ本当になんかお酒の力ってすごくて、なんかめっちゃみんな喋っとったんですもん。社長の次男さんなんだよね。そうですね、次男さんなんだ。三男の方と、またと、イケメン、イケメン、とイケメン。めっちゃ面白い。今日は本当だよ、本当の初めてだよね。すごい、あとこのみんなこの理想の会社の子たちはすごいみんな釣りが好きで、はい、あ、そうで、全然喋ってないんだよ。趣味が、はい、みんな釣りだもんで、うん、船買ったらしいですね、みんなで趣味そう、社長が出してた、社長が買ったらしいです。じゃあこの船買ってみたっていう動画する。なんか、ちょっとしたこと、いや、そんなのあるし、そういう感じで言われちゃったら、自分は結構嫉妬しちゃうんですよ。でも結構社長としても器が大きいというか、まあ、言い換えたりね、言いかけ、あれ言っちゃったのが言いかけかもしれないです。俺はもう完全にバトルだ。鈴木さんももうちょっと、先に飲まなかったんですか。そうですね、お酒全然飲まなかったです。もうなんかおめえ言ってるでしょ、完全に。いつもこんな話、いつも自分で喋って酔っ払うときに全然気づかないから、初めて酔っ払ってる映像を聞いてるけど、人の話全然聞いてないでしょ。いつも人の話のとき全然興味ないから、あ、そうなんだとか言って、自分の話が興奮しちゃうじゃん俺。これ、だって笑えたもんな。ブワーッと飯食ったですもんね。別に人が話しちゃっても、遅いな、もう嫌なやつだよ、俺。これ、ボツだな、これ、どうか。お前、結構決めてきとるやん。え、もう結構決めてきたっすね。あ、おしゃれな格好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 してきとるじゃん。
もうこの次、気満々だったそうで、僕だってこいつ、チロで行った100倍のやつとまだ連絡取ってるらしいもんそれはこれ、いいですかそれで、まずチロ、このお店の斜め向かいぐらいですかリソーのでこれでもボランティア後ちなみにもうその説明何もしてないです視聴者何も説明してないですあの、まあ、ボランティア終わった最終日じゃないか前日か前日ですねボランティア終わって、うん、ボランティア終わって夜飲んで夜飲んで、はい、で次もう一回午前中だけやって帰ってきたから帰るってなった時のもう一回あれですよねまあそうだな井上さんと今日初めて会いました遅刻して半ズボンで行きました私このままですもんねで今日一日一緒に汗流して、まあ、正直僕は下であだこうだって言ってちょっと土詰めたぐらいしか仕事してないですけどやっぱね庶民の世界いいね今日初めてだったのにこんなにバラっとるね面白くない？いやこんなになかなか仲良くならない。あるでしょ。この距離感ないでしょ。ちょっと近いです。ちょっと近いです。え、ずっと。この距離感。ちょっとドキッとした。ちょっとシャネル感じる。シャネルでしょ。シャネルですか？シャネル。え、そのサングラスは？これは100均じゃないですかね。嘘でしょ。これ多分ローソン。ローソン。まさかの。まあね、言い訳しか分からないけど経営的に俺はどうしていきたいとかあるのぶっちゃけそうですね、まあ、経営的にはあのまずは地元、うんまあ、木更津市の中でチャンスとこの辺でねこの辺じゃないけど今日行ったとこで一番ひどかったとこ経営理念とか俺はこういう会社を見て結構真面目なこと話をしようよ経営理念とかあんまり興味なさそうだけど僕は全然興味ないですね当然なんでなんでいや、シンゴが結構いましたよこれはだけど、こうやってボランティアまあ、こっちが YouTube 出して家が終わって昔、本当何日した3日もまた来るだって金があるわ従業員が給料もらうもちろん従業員が給料もらうけど会社が社長が負担するわけじゃないですか当然それ何でそれやるんですか出会いですかねそこはそこはもういいもういいいや本当にそう演じたもういいいやいや本当にでも本当に違う違う違う嘘だね嘘だね嘘じゃないなんか嘘くさいなコーラだすごい初めましたよねいやこれってでも職人の世界しかないと思うけどスーツしてるホワイトホワイトカラーでは初めまして酒飲んのちょっとお前嘘だろ言えるのねありえないもん下克上だよ落ち道にないよでもいいかもすごいよ私は電子絶対よ若い人ねまあ俺もっと時間にいいけどあれマグロですねで今度また違う動画があると思うんですけどその被災者の声をちょっと動画で本当にいいって言った話くれたんで土日だったらね自由になるんだね仕事休みの時でも一日でもいいでデザイン的に行けないっていう動画を作っとるんでその時に見てほしいんですけどそこの受け入れ場所になってもいいと電話何本でも受けてもいいって言ってくれたの今日初めて会ったやつだけど信用できんわこのこと言っちゃった信用できんわびっくりした信用できんわ信用できんわだけだ俺みたいなお前信用できんわ酔っ払友達とやろと言ってるやつも友達みたいになってるんですからねあの視聴者が聞きたいけどさそのなんか飲んどるところ社員とかで飲んどるところとか見たいのかなああそう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 もうダラダラ動画でもうこんなもんのレベルで、まあ、これ結構今大変じゃん編集一回してもらってまたこうやって音入れしとるので、はい、こういうダラダラ動画になっちゃってもいいからね、うん、そういうの1時間とかでもどうなのかなと思って
そういう時代は全然出したいですよね。僕らは別に足場班で飲む機会とかもあるし、塗装班で飲む機会もありますね。ここで別に出してもいい。そう、なんでまずいとこだけ買ってしまったそうたまにラップになるんですかね。そうそうそうだって富永ハブの方に乗るんですよ。社長もちょっと薄いよねって言ってまあ、悪口より多分まあ本当金クワードが出るかもしれない。ハゲとかどういうの。あいつらなんでそんなネペゾーションの YouTube に出てるんですか。はい、そうです。あー、確かにそうですね。見て俺もすっごいそうです。あれなんですか。結構あの、おちょこでしか見れないんですけど、ここはやっぱりそういう面白い動画で西社長さんだな、まあ、こう目指した方がいいっていうのを結構知ってた。 C は死に物が死に物で、その中で自分が住んでた時の実際に話はで、だから目指しは協力してくれたりとかなんで、全体で歌って放送できんやろ。まあ、ぜひ自分の前に拍手をしたら大丈夫です。実際に映画の配列メジャーになるみたいな。こうやってるんだけど、友達がすごいメジャーになるためだけにこんだけなんか自分の方法がいるんだよ。やっぱりその案内やっぱ痴漢とかもあるんだよ。やっぱ案内すごいけどね。ここはひどいですよ。全国の土産者は本当に一つは思うのは、まあ行った方がいい。俺はこのボランティアってなんかそんな感じじゃなくて、でも得るものが多いと思うんだよな。俺はわかんないけど、でも人のつながりって本来そういうのがやっぱ得るものが多すぎる。やっぱお金にはならないとかいう考えが多いと思うんですよ。お金じゃなくて人とのつながりが一番の自分の利益になる。あ、めちゃくちゃいいこと言ってる。おー、いいや、すごい。人とのつながりが一番自分でできる。この怪しいヒゲでやばいでしょ。カメラマン頑張ったよな、これ、本当はな。これな、飲んどる時に。人とのつながりが一番の自分の利益になる。あー、強すぎるわ。え、ちょ、やったやった。でも俺は、その気持ちがいい。YouTube を見て、小林社長にすんごい興味がある。面白い、不思議だな。不思議だけど、あったら思った通りでしょ。いいこと言うわ。すぐ眠くなった。聞こえなかったっすね。聞こえなかったでしょ。いや、ほんとに俺なんかイヤホン2つしたよ。聞こえなかった。いやいや、なんか本当に今見とって不思議な人だなと思ったけど、会ってもそのままだったみたいな。社長がどうせ聞こえとった。いや、聞こえてない。変わらんかったと思うんですね。俺は一つ本当に思ってるのは、いや、9位と8位の笹のブルーシートが1年間めくれて、もう何回も無償で直すって。ああ、そうそう、何回も無償で直す。そうそう、それ何、自分のせいじゃないの。ブルーシート何回も1年間直しますって。へぇー、 C 流すから限界があるじゃん。俺、インドでもできないぞ。俺自分の感情実現そうだわ。今日もだって14人と3人連れて行って10万、15万って経費が飛んでくるでしょ。ガソリン代、コンサル代、給料、その中でお金が一番いらないって言うの。なんで、なんでかって言ったら、やっぱ地域の方がね、まず第一に、ただ企業としてで考えると、あの、まあ、この1年間のためで考えるなら、そう、お金を取った方がいいかもしれない。やっぱ地域、地元でやってる以上は、あの10年、20年言っちゃえばもう付き合いに自分は取り出す。ちゃんとビジネスも考えてやってるよってこと。もう考えてねえのか。全くどんなにあるの
こで切り行くなと思って地元でやっていくっていうのがもうそうです、もうやっぱり地元決まってるからね、はい、勝つかはね、でもラグビーはそういうことか、そうです、やっぱり地元で、うちの会社名が株式会社にそうです、うん、で、会社名のロゴもあるので、ね、そのロゴとか見たら、あそこの塗装屋さんでって思ってくれたら、自分の利益を得るしかないんですよ。俺は一つ思ったのは、何十ただでやるっていうことにこだわりすぎて、結局何十万本当に困ってる人にアプローチできないのか、これは本当に真剣なもの、これがもう1万円でも2万円でも3万円でもらうことでホームページも作ってあげるだろうし、人も集めてあげる、直してあげる、3万円もらったらやってあげられる、5万円もらったらやってあげられるって俺あると思う。だから俺今日ちょっと提案したんだよね、嫌な顔しとった。俺も金のためにやるとかじゃなくて、でも俺も金のためにやるとかじゃなくて、たった5万もらうことでラグビースクラマーない、じゃあもっとホームページも作ってあげられるし、だったらどこになるんだろう、分かんない人にアプローチしてあげられるわけ。もうちょっと長いって俺カメラ回ってっからみたいな、しょっちゅう寝れないから俺みたいな、ここでしか寝れないからみたいな、もうちょっとアピールさせてみたいなあ、だけどまあ井上君と鈴木さんとまた一歩本当のねボランティアの本当の活動のみんなが見させてもらったところで、お客様もその出ていいよっていうか、逆にもう出してくれみたいな、はい、そのもうぜひ放送してこういう状況だから、はい、屋根屋さんが本当に大変だ、日曜日一日寝るんだな近くの人、はい、逆に千葉の人が来てないっていうのが俺おかしいとかさ、そうですね、あ日曜日一日寝るんだ全然できるんだ、はい、でブルーシート1軒貼るだけで、まあ、3、4人で4時間ぐらい、うん、やったるべきだと思うけどね俺は現地の人が。ただもう屋根がもう何ていうんですか、瓦が吹っ飛んでそのものがいらんのいくらでもありましたもんね、そうそうそう、あでもブルーシートもあるし道具も全部置いてある、うん、あ全然体一つだけど全然足りないわけ、足りないわけ、もう全部ある、もう物資も全部あるから、そんなもん持ってかんねん、うん、俺ら持ってってもちょっと困っとったもん、そうですね、トラックいっぱいさ、どうしようどうしようみたいな、だからもう本当に体一つだけでいいもんね、職人なんか安全玉なもん持ってかんねんもんね、実は、うん、ブリシュドより歯に立っておくれやいいよね、困っとるよ、そうですね、うん、あエナパーティーおーあらすでも本当にね、弟くんだ、弟くん気が利く弟さん、弟くんといえば30歳ぐらいでしょ、ね、僕より年上やったんで、3兄弟でやったの、3兄弟で一番下ここになんか十字架入ってる、十字架が一番クレイジーなさっきそれあとあー、そうそう、一番下が一番の悪そうなまた人が喋り出したらすぐ食べ出したもんなもうそうか、人が喋り出したら急にまたなんか食べ出すもんね、俺いつもこんな人の話も聞いてない、いやそんなことないですよトークで言ったら俺何トーク9の、いやその みんなとの俺が何みんなで計算で、あ全員で5人で言ったら4対1のトーク比率ですよ、もう俺何パーセントぐらい、あ空間占有率一回怒られることある大社長です、まあ、ある有名だよ、結構有名な塗装会社、今フランチャイズもやってるような塗装会社の社長、もうお前空間占有率高えんだって言って何それ何それ普通に喋ってるもんね、しかもみんなレイの先輩とかさ、その塗装会社の俺喋ってるもんね、空間占有率高えんだちょっと静かにしろって言ってお前喋らしようじゃねえんだって声が出てくる。ちなみになんですけど、今さっきも言ったように忙しい時期あるわけじゃないですか、はい、ありますね、もうやる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 や考えないです。やっぱちょっと先とかは考えます。あーちょっと先考えない、その時はもう忙しいかもしれないけど、忙しいながらやるよ、なんかいろいろもっと先読みとんだね、ただなんかその忙しい、忙しいことはもちろんいいことなんですけど、まあいいことね、忙しすぎるっていうのはいいこととは思えない、その部分に、あーそうなんですか、忙しすぎて仕事がバン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 入ってこっち来ればいいだけの話じゃないんで、はい、仕事がバン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 入ってどんな話してたんですか、
多分僕が思い出すのは、はい、そのまあいろいろ仕事があって、まあ忙しいと、なんか結局下の子にも何もしてやれないよね。うんうんうん。で、なんかまあすごいわかるんですよ。なんでどっちかって龍一、なんか龍一くんタイプっていうか。龍一くんってあれ。マッチョ、マッチョ。あ、マッチョ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 タイプみたいな感じの。うん、じゃあちょっと余力を残して、そう、余力を残して、その余力で保留したりとか。あ、でもそうだよね。でも俺僕はなんかもうそんなバンバン詰めて見て覚えさせて、うん、バンバンやらしゃいいんすよみたいな、うん、そういう話。塗装歴何年前やずっとやってるって言ってましたね、うん、卒業してから。で、お兄ちゃんとはもともと別のところ行ってて、うん、でそこでなんかまあ兄貴が独立するって言ったもんで、うん、ついて一緒にやろうか、一緒にやろうか、一緒に。でも珍しいよね、兄弟仲いいよね。珍しくないけど結構バラバラになってる子多いもんね。若い時一緒にやってるから。そうです。まあ、最初はぶつかったって言うんですよね。ああ、そう、うん、そうだよな。兄弟らで受けねえよね。うわ、みっちも酔っ払っとるわディスク来とるし。いや、俺、あの、なんか空間整理率ちょっと話してるこっち側の空間整理率お前高い。まあ、俺は動画見られしとるしね。みんな動画回っとると硬くなるよね。ずっと喋ってるんですよ、僕。向こうはあの井上くんだったんですよね。もうちょっと行ってましたね。でも本当にあんまり石原さんとかあんまり使わないんですよ。まあたまにもちろん使う時もあるんですけど、ただ石原さんってずっといるわけじゃないから、だからそのやっぱいつもいるその従業員だけで現場を収めているっていうのが一番思ってます。俺はもう飛びやった。それはやっぱり僕らからしてるその意義だよ、嫉妬だ。大木さんからしてみても、え、そうでしょ。でもチームワークは人間関係チームワークってのもあるけど、まあ人間関係さ、あえ、そのチームの中で何役みたいなのがこうなんとなく決まっていて、あー、それを立場になりたいから、で、それがこううまく回っていったら、そのうまくいくとチームが回るっていう、チームが回るっていうか、やっぱその自分の下のとこでもやっぱみんなが動いてるんで、あー、そういう感じで、やっぱどこへ行っても人間ってワイヤーって会社がこぼれされたんで、その10人取るっていうけど、数字のことになっちゃったりだなと思って、売り上げの全員違う、あー、社員同士でみんな同じような考えになってますね。やっぱ多少ちょっと誤差がある。もうじゃあもういいっすね。だからもうそこもな、本当に人間関係って大事だから、チームボーナス一つ一つでも変わっていくわけだもんね。例えば僕は今日、勝利週に1回まず仕事の方って3強く言いましたよ。はい。じゃあね、週に1回別名人間がね、はい、明日勝利に対して仕事のことではまあええよまあええよみたいなのでマイナス3言いましたとか、まあプラスかマイナスか分かるんですけど、まあそこでも調子がある、合うってこいつらに。やっぱ調理すぎればどっちかに偏ったらやめていいと思うし、どっちかに偏ったらやっぱちょっとかかわていかになるところもあるから、かかわていかするけど、奥さん笑うの何もいいけど、一番それ大事。え、なんか普段から結構語る感じですか、社長。あんまり、あんまり語らない。俺は進化者聞きたい。え、進化者聞きたい。そういうこの子イケメンだったよな。さっと俺はだからこの子修行に来いって言ってたね。はい、二階堂さん勉強しに来いって、仕事を教えるっていうより、そういう大きい会社ってこういう風だよとかを勉強できるんじゃない。でもすごいなんかもうここら辺なんかすげえ上下関係っていうのは、うん、1個しか絡んのに3付けで呼ぶんですよ。ああ、そう。もうすごい上下関係が しっかりしてて、うん、なんか僕らでもこうだと思うんですよ、うん、全然違うの、うん、俺ら4つぐらいまであれで友達だと思ってるやつ来るんすよね。それお前の間違ってるでしょ。そんなことありえないっすよ、千葉じゃとか言って。いや、名古屋でもないでしょ。お前だけならこっちの顔じゃないですね。タメですね。ちょっと私もね、聞かれたらうーんってなると思います。うん、ちょっとなんかちょっと明日のこともよくわかんないみたいな、うーんのとこありますよね。
で今年の今年で今シーズンとかやってましたね。地味か。多分これからもあれを予想で生きていきます。おーすごい。これ上だな。分かった。黒いところがある。ありがとうございます。中学校だ。座らない。何言ってんの。それは一つ言います。酒飲めんやつと飯食えんやつ信用できん。そんなやつは女と一緒に結婚しろ。中卒だから。飯食います。飯食います。結局はイエーイ。社会と社会と社会と飯食わないその信用されねえから。カメラも今はなんて中卒でよかった。これはこういう職人であり、で、あの、そうなって、だったらその時間、5年間もさ、この科目さ、5年間も、社会勉強の何とか食べるとかじゃない、使おうが、それまでよかった、シーンとしてる時間、でも自分の子供は、やっぱり欲しいですね。やっぱり、そうですね、自分みたいに苦労してもらいたくないっていうか、みんなやっぱ健全に、あの会社員として、みんなやっぱり、常に自分でね、10年先、10年生き急ごうって決めてる。生き急いでずっとやってきて、無理して。え、なんで生き急ぐ感じなんですか？え、早く引退したから。そういうことですか？今やってるのもそうだ。やっぱりね、大学行ってるから、途中で辞めてるからね、大学。辞めてるんで、コンプレックスがあるわけ、大卒に。ずっとコンプレックスがある。それに勝つにはやっぱその人たちより10年先行きたいわけ。あーでも自分もそうやって考えるんですけど、中卒から高校行った日本人は自分は主に変わらない、負けたくない、うん、あやっぱ仕事で、まあ社会、さっきも言ったんですけど、社会で生きるために社会に出る時間、それはね、高校生活、学校で教育されてるっていう生活育ったのに負けたくない、すごい思う。全部コンプレックス、コンプレックス、絶対コンプレックス。結局はやっぱ大卒より個性でやろう。家族にいい生活、大卒よりさせてやる。無理聞いちゃいけないかもしれないんですけど、ちょっと気分悪かったら流そうで言ってください。なんかやっぱり大学とか高校とか卒業しとけばよかったなって思うことは実際ありますね。ありますか？自分もあります。ただ大学生、はい、その学校を通過してたら、はい、今の1年は1年俺もね、大学を卒業してたら、普通に行ったら、普通の企業に勤めて、今みたいに、自分を出せない。そうっすね。キャラがね、やばい。あるのかなと思うんですよね。大学に行ったら、いいこと。でも、何が増えてくるんですか？痛いっすね。社長ガツガツ持ってます。ガツガツ持ってたのもう半物、もう半物。やっぱりあの人が喋ってるとあの話を聞く。飯食ってないですよ。さっきもちょっと映ったんですけど、あの体触り出すんですよね、若い頃。そこがもうあれですよね、エネルギーをちょっと吸収してます。吸ってますね。俺見えて、ほらもう、あの別に、見向きもしない。もう食べちゃう、食べちゃう。これ初めて食べてましたね。ちなみに。見向きもしない。それが職人っていいよな。そうですね。でも、本当に。社長見てると、本当、そう。突然思うんですよね。でも本当に思ってますから。そうですね。ずっと呼んでたんで。ジャズステーラーそうだなって思ったのか。いや、ジャブジャブ。ジャブジャブ。思ってんのか。一応大卒です。帰れ。最初は手取り14万13万、14万大学やめて工場やってたんですよ。そこから SNS で20日働いて10万円そうやって生活してるか分かんないです。
初めて知った自分が5000円で、まあ月額で10万円で、そこそこの時に社長になるやん、ちょっと気になるやん、自分17歳の子だからそうなると17歳の子だから17歳の子ぐらい見てないので塗装業の社長になる。社長ほっぺんなんかついてません？あ、まあ、ご飯かな思ってた。めっちゃ決めてますけど、なんか米粒ちょっと自分はもうそこにめがけてたの、まあ、言ってしまえば独立した時、まあ、自分がまあ社長になった時が塗装業を始めて6年目23歳で視野が広くなると結局いろいろ見ないといけないからそれが遅れちゃうんだから、塗装業の社長になるで、その一点集中型だと慣れたんですよ。なんとなく社長になりたいんですよね。もう一生前で社長になりたい、一つの目標でしかね。そういうのセットでもみんな夢ってあるじゃん。一人それぞれ多分夢ってあるじゃん。夢じゃなくて自分の中で目標なんですよ。夢って一つですよ。めっちゃいいことよね。一人なんですか。まあ振り付けると夢と希望、どっちも夢なんですよ。本当にちょっと詐欺師っぽく感じてるから、この逆が詐欺師っぽく感じてるから、この服着てるね、シャネルだしね、浮いてましたね。この服着て夢と希望って言ったらおかしいよね。そうですね、なんかかわされちゃうやつ。ちょっと一人電話かけるかもしれない。いやぐーん社長ここはやばい、褒めついた。真剣考え、真剣聞いてるでしょ。どっか変なとこ見立たせない。周りがいるね、ほんとそうじゃん。そう、商売やっとったらほんとそうじゃん。もっとうまくやったら出直るじゃん。生えていいよとか。でもそんなこと気にしかして頭を間違ってもしょうがないし。コメントずっと好きだから、すごいいいことになってますけどね。いや、もう目がやばいやばいな、母さんなんか。とろーもしろな、俺。俺だけ酔っ払ってるね。俺、ほんとやばいな。そうですね。完全に、完全にでしょ。YouTuber に不安になりますね。見てた方がいいと思う。すっげえいい話だし。めっちゃ良い。今やってるやつ。なんか、人間で多分、そうそうそうだと思ってたし。社長になるにもいろいろ苦難があるんですよ。当たり前じゃないですか、そのだけど絶対なれるじゃん。頑張ればなれる。絶対なれる。だからまずそこに焦点を合わせて。でもそのなった先に何をまた基本的にやっぱり社長もやっぱ社長になって。ずっと食ってるよ。アウトやな。黙っとってもキャラが出るでしょ。子供みたいですね。口の中に仲間がいたら仲間みたいな。なんかずっとモグモグしてるね。喋っとるかも。人間のクズだよ。口何もなくなったらこうやって指とかにモグモグしてくれる。カメラが全然こっちを向いてる。めっちゃいいこと言ってるからカメラ意識して。めっちゃいい。あ、これ絶対広げるとこだな。もう一回行きましょう。カメラ、カメラ社長に絶対なれるっていう感覚が分かんないんですよ。なんか大学出て、まあ、会社員になって、まあ、まあ、そこそこ働いて、その後どうするかなぐらいで考えてたんで、その頭がいいからね。社長になんか絶対誰でもなれるでしょって言った感覚が分かんないんですよ。エミが分かんない。あの、そうなんです、頑張ったら社長に。そうなんですよ、なんか頑張って。じゃあ一つだけ、あの、社長になる方法っていうのは、はい、あの、結局、資本金を、あの、1円、今1円で、はい、あー企業1円で、企業1円が、1円で企業を起こす。できんでしょ、今できないでしょ。
あれじゃないですか、株式を起こすにもある程度のお金ありますよね。だって最近この…いや、一株式みたいな、今はもうダメなんじゃない。だ手口じゃないですか、そういう。いや、そういう手口。ああ、騙されちゃダメです。それなんですけど、くれこれ千葉の友人だよ。ごめんなさい。これそれ枠よ。多分友人直接来るよ。申し訳ございませんでした。逆にでもいいかもしれないね。塗装の職人同士コラボみたいな、ね。そうですね。一緒に、うん、撮りたいです。ぜひ。話です。通過だよね。社長になりたくてですよ。俺もやったの。俺もずっと。俺ナンバーツーやから多分日本じゃない。いやそれ俺もそうですよ。俺もナンバー。いや俺多分頑張ってたんだけど、みんな確かにそう思う、みんなそう思ってる。だけど親分って難しい、トップ難しいですね。いやカリスマ性もないと、ないとダメだ。ほんとに嫌なんだけど、もう何もでもいけるし、自分の絶対的ボスがあってね、この人が光り輝いているので、この人のファンの人にバチバチ行くなんて余裕。自分がここにならなかったから、いい大学でいいし、辛いこといっぱいある。で、俺がナンバーツーだったら、会社は手入れしようかなって思うけど。その1番目の人と2番目の人の大きな違いっていうのは何なんですか？一応切り切らんけど、専務の弟なんですよ。こうした方がいいんじゃないの、やっぱこの先道なんだから、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないって言ってくるのはこちらなんですよ。なぜならお金もかからない、責任も負わない。だけどそれってすごい自分は勉強なんですよ、ね、やっぱり。責任も全部背負える、背負える。で俺ちょっとカメラ欲しい、うん、俺はそのナンバー2としてっていうか、まあ人間として、まあそのもう42です。だから経験したから、まあまあまあ酸いも甘いも分かってるから、俺がもしナンバー2だったらもう全員ボンボンしてくれる。あれでもそれって親父が決意入れてくるわ、そうですよね、社長が決意入れてくる。あーまあガツンはああやぐちょぐちょうるせえけど、あいつもでも一回やっとるってな。俺プレイヤーなんですよ、継続の。そうなんです、結局だから。じゃあ俺やれるやん、俺別に100やれるやん、お前ら50しかやれてねえやん。ガチャガチャ完全に経営談義にとるな、すーごい。なんか仕事もあるって言う、経営談したいな。恥ずかしいじゃん。でも社長の立場も言えないですよ。言えない、言えない。え、なんで？飲み込まないといけない。言えない。そこでだって社長がそんなこと言ったら成り立たないし。そういうことですか？俺だってだってプレイヤーしないじゃん。だってカメラマンのももちゃんにも俺プレイヤーしないじゃん。カメラ走りに行こうなら。プレイヤー。自分が率先として出ていかないってことですね。ビッグプレイヤー。そういうことね。全部任せるんですね。そうそう。そうだよね。そうです。ハンデもそうですね。後半と始まる。でもそう。まあもうリーダークラスもそうでしょ。自分で全部やっていったらもう回らんでしょ。そうです。任してらんと。あ、シャネル、シャネル。あ、シャネル、シャネル、シャネル。ユニフォームパンダが絡んでる。ユニフォームパンダ絡んでる俺。今日初めてだったんですか。はい、初対面です。初対面です。あ、どうも。ちょっと面白いこと言ったら初対面です。初対面です。俺やったら終わりだな。カメラ回ったら反省ねえっすよ。いやだって私ここで何も撮らずに刺身つまみに行ったら社長に怒られるっすよ。お前何も撮ってないじゃんってなっちゃうんで。そう、あっちの方が熱くかまってる。そうなんですよ。でもね、なんかそっから追い出されたみたいな感じで、撮ってこいよみたいな。そうなんですよ。もう全て分かってくださる、さすが。でも厳しいなって。自分の考えは全然違うのに。じゃあ僕ね、俺らはね、名古屋基本的やさ、まあ、4区へとか3区へとか訓付けなんだよ。4歳年が違うだけで、まあ、全然訓で呼ぶんだ普通に。
だけど、そう、そんな話してて、なんか結構お金いらないですよ3とか言うもんね。いや、でも違うだろ、俺全部試験やん。いや、聞いたらめっちゃ近いです。2個ぐらいしか変わってない。そうですね、3つなら3鉄買うんだと思って。おー、すごい悲しいのに。俺今ね、電話で友達に。あー、ちょっと3、さっきの話です。なんか 3つ違うのに3鉄買うんだ。あー、名前の俺3つまで友達やでとか言ってそういうふうな気になってる。つまらんの喋っとんのお前。これやろ、みんな本当にあれだね、そのボランティアの、まあ、活動は活動で一生懸命やったけど、まあまあ飲んどるせいだよね。てかまあね、奥見てんの、うん、いや、こんなボランティアに行って不謹慎なんて、まあ夜だけね。で、まあ結構、まあみんなも明るかったしね、本当に。あー、こんだけできるんだと思う、俺は。あー、そうですね。確かに強いかもしれないです。だよね。先輩とか、例えばなんか先輩がどうこうなったらとか言って、はいはい、3、3、3って思うぐらいだもんさ。じゃあ、わーって行くわけや、絶対。一人が一人多分、結構人数集めてくる。あー、そんなにおしさあるってことだね。そんなにおしさあるってこともすごいと思うし、下の人間からすごいね。だからそれはなんか会社に出たら、それはなんか俺からしたらすげえありやと思うし、だから俺はさっきからそれをずっと言ってる、淡々と同じことをずっと10回も20回も30回も言うから。そうですね、勘弁してくれよ。勉強じゃないですけど、ルールみたいなのがもう引き継がれてるっすね。あー、なるほど、それは分かる。なんだろうな、地元のルールです。でもいい子だったよ、みんなね、本当に一生懸命やってたよ。そう、最後ね、一緒にやると楽しいですしね。ボランティアでも、あ、そうだね、体動かすと楽しいです。あ、そうだね、もう屋根の上上がってね、もう率先して。僕らも私のところで。いや、そうなんです。僕も結構率先して行っとったんですけど。あ、まあ結構上上がってったな。上上がってたんですけど、社長人間もやったな。なんか邪魔扱いされるもんで、もう俺閉めた方がいいかなみたいな。で、それ社長にやっぱり似とるね。井上君もすっごい社長も頑張ってやってたし。はい、鈴木さんと俺全然やってないもんね。そうですね、もうしてない、もうしてない、大丈夫だよ。で、ちょっと取れない気にして最後手伝ったんだわ。取れたからいいね。これちょっと取ってくれちゃった。もうちょっとここやっとるってこと、取ってくれって。あー、終わりか。もう終わりじゃないですか。え、分かったね、喋ってない、もうお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ今日こんな初めて出会った人たちといい酒飲みました。お疲れ様です。もっと大きい声で、お疲れ様です。お疲れ様です。もっと仲良い感じで、お疲れ様です。お疲れ様です。4人同じ分しちゃうから。お疲れ様です。これ上目、これ上目。だけど、まあ千葉来てよかったな。よかったね。まあこんなツヤツヤがおるなと思って。あ、ありがとうございます。変態。あ、変態。いや、本当に俺はもうまず一つはこの今日初めて出会った人たち、今日会ってるもんあいつ。そうですね、まあ、これが一番でかい。まあちょろっとね、仕事一緒にしたぐらいでこんだけ腹割って話して酒飲んで、それが俺一番でかいと思うんだけどな。でかい、うん、まあいろんな方向性はいっぱいみんなあっても、まあ真剣にやってるんだなと思いました。ましたー。チンコ、チンコ触りながら。また見てね。どう、いやでも面白かったですね、うん、僕半分ぐらい覚えてないんですか。もうちょっとやってみて、ね、まああくまでも これはあの視聴者さんあれだよね、飲んどる席なんでね、はい、もう夜のだから、まああの本当に今昼間一生懸命活動して、で次の日も活動して、俺らもうぶっ通しが来たもんなんで。ぶっ通しが来てたっす。きつかった。社長はぶっ通してもう、でカメラマン大きい車運転できませんっていうの俺行き帰って、こいつら交代交代で寝ながらって思う。社長はぶっ通しですか。俺ぶっ通し。行きも帰りも全部交代。こんな感じだね。まあ、ほんで、まあ、ちょっと最後になりますけど、あの千葉のボランティアっていうのはその、まあ俺は全然想像が違ったから、なんかまあいい意味でも明るいな。明るいっすね。うん、そのまあね、死亡された方もおるもんで、あんまりそういうことは言えんけど、まあその一人一人がすごい元気で、まあしょうがないなもんなって、もう家がぐっちゃぐちゃで、もう解体するしかないって思うね。うん、本当にもうブルーシートももう道具ももう全部あるんで、あの本当に体一つだけでいい。で保険ももう適用になっとるから保険も無料、うん、向こうで保険入ってくれるし、うん、うん、そうそう、なんかもう震災認定みたいな、なんか俺もちょっとわかんないけど、はい、そういうようなもんがもう認定されとるもんで、国から全部出るし、
高速代も全部出るんですよ。全部出る。まあ、今どうかわからんけど、もう多分出とるはず。だからその結構簡単でインターネットでダウンロードしたら書くから結構簡単でな。簡単ですよ。俺らどこ行くかってあんまりよく分かってるから書いてなかった。ネットに出てくるはずです。でなんかもう物資は本当にもういらないし、何にももう十分あっていい、もう全国から集まってるみたいな。身一つで、そう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 、で一つのボランティアセンターもいっぱい市町村が多分やってんだな、でそこに行くだけ、本当に行くだけで3、4人で行くと、そのやっぱいろんな気づきもあるし、経営者とか、まあ、一人間として、あこういうことか、震災ってこういうことか、本当にその見るのと人の話す聞くのは違うじゃん。テレビで見てるとやっぱ怖いなとか、で切り抜かれてるじゃん、そういうところ。そうですね、そうそうそう、辛いところを切り抜かんと映像にならんけど、やっぱり行くとその人間の強さだとかさ、こんなに辛いことがあったらみんな元気だなとか、まあ、それもあるかなと思うんで、ぜひね、本当に近くの方こそ本当に行ってほしいなと思うんで、あ、そうそう、これ、うん、で、あの、この動画にもつけるんですけど、そのさっき動画でできたそのインチキシャネルのインチキ詐欺師が、あの井上くん、井上くんね、井上くんが、あの受け入れてもいいって言ってくれてるとか、うちので案内するよって先生ね、うん、だからあの会社と携帯の番号も出していいって言ってくれてるんで、あの携帯の番号も多分説明欄に入っとると思いますんで、あの、うん、興味があればね、あのぜひあの活動日曜日だけでも行きたいんですけどっていや、うん、あの全部案内とかもいろいろやってくれると思うんで、はい、近くの こそ本当に屋根の職人が足りてないな、屋根ってブルーシートかける職人が足りてない、今でも甘さなしなんだ、屋根登れさえすれば、結局そう登りさえすれば、交渉作業やったことない人はもうダメみたいな感じ、そうそうそう、厳しいね、上がるとは屋根上がれないんだ、うん、で一般の人もまあ一般か屋根かかと、中あ内装作業か、内装作業、あ、じゃあ運搬作業、あ、運搬か、3種類あって、で俺らはもうその交渉作業みたいなやつで、まあ、そんな高いところ行かないから、で現場行って、ね、あ、これちょっと難しいと思ったら断ってくださいってもう組合の人からも言われるから、うん、その1階2階でも、まあ、低いやつもあるしね、田舎の方がもうそんな大きいあのなんかさバーンってやつはないよな、うん、その辺はまあ怪我したらなんかもね、怪我しんようにまあやればいいと思うんで、ぜひ行ってきて、うん、もう本当にね、もう家の中でもう外丸出しみたいな感じグズグズでもう苔だらけになってるね、うん、でその状態で屋根やれてないといっぱいおるから、何百軒とかだから俺らやないですね、あれも、そうそう、俺らやった組合っていうかそのボランティアセンターだけで100軒とか、うん、溜まってるから処理が、でそのうちのもうたった3件4件ね、うん、本当にやったりとか、で1件やっぱり1日かかるからさ、だからもうぜひ、近くの人、まあ、日曜日だけでもあの手伝いに行ってあげてください、はい、またねYeah.